皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは仕事もプライベートも全てうまくいく人の行動の特徴とはということについてお話をしていきたいと思います。今回の場合はですね、いろいろと実例というか私の中でいろいろな方を見ていて、もう人生仕事も全てうまくいってる人の思考とか行動と、あとそうでもないほどほどにうまくいってる人と全くうまくいってない人と、いろいろ見ているんですけども、共通の特徴があったので、それをちょっと切り口をね切ってみてまとめてお話をしようかなというふうに思っているのが本日のお話になります。はい、ということで本題に入りたいと思います。まずですね、仕事もプライベートも全てうまくいく人の行動の特徴ということなんですが、3つあると思っています。まず1つ目が後回しにしない、2つ目が行動の改善をし続ける、3つ目が、時間の使い方がうまいということで、この3つについて、実例を入れながらですね解説をしていきたいと思います。ごめんなさい。まず後回しにしないっていうのは、もうこれはですね一番今回うまくいくいかないの大きな分け目になる、すごいポイントだなと思ってて、それをなんで如実にそれを感じたかっていう一つのねエピソードがあるんですよ。でそれっていうのがごめんなさい。実は私今回ですね全国に出版記念セミナーをやりに行くっていうことで、全国出版5大ツアーっていうのを実は、ね、開催しているんですよ。で会期も長くって、6月の札幌から最後12月の、横浜まで6、7、8、9飛んで10で12っていう形で、一気に全部集客をかけているんですけれども、その時出会って、この人には来てほしいなとか、その方がね興味を持つものに対していかがですかってお声掛けしてるんですよ。ではっきり言って、今このねお話をしている時が、4月とか5月とかそのレベルなんですけれども、そうすると12月って半年先じゃないですか。だから別に後でもいいやっていうふうに思う方と、先だろうが何だろうがもう行くって決めた方とかはすぐその場で申し込む方と、2通りに分かれるんですよ。でここは私がどうのこうの言うことではないんだけれども、私がそう考えているし、そういう人たちはそういうふうに動いてるよっていうことをお伝えするんですけれども、まず行くっていうふうに言ったとするじゃないですか。行きたい行くって言ったら、私はその場でカレンダーを見て行きたい、いやいやじゃないですよ、本当に行きたいって言ったら、その場でカレンダーを見て空いていればもう話をしているそのそばからすぐ申し込みしちゃうタイプなんですよ。だから12月とか関係ない、なんなら来年でも一旦申し込み入れちゃいます。はい。でどうしてもダメになった時にね、ごめんなさい言って、キャンセルすることあるかもしれないけれども、基本逆に予約を入れることによってキャンセルしないように周りの予約っていうか仕事とかプライベートのね時間を調整していくっていうやり方をする人なので、そこを言われた瞬間に行くって決めたら入れないっていうことはまずないんですよ。要は後回しにしないっていうことなんですね。で今回いろんな方にねお声掛けをしているんですけれども、著者仲間の方とか、めちゃめちゃビジネスに成功していてめちゃめちゃ忙しい人とか、特に早く言わないと日付が抑えられなくなっちゃうじゃないですか。そういう人たちにお声掛けするんですけれども、私と全く同じ行動をされます。話してるそばからもう予約をして決済まで終わってたりしてるんですよ。だから時間の使い方がもちろんうまいっていうのはあるんですけれども、で
同様にクライアントさんの中でも動きが早くて、すぐに動いたりとか申し込みができる人っていうのはやっぱうまくいってる人が多いんですよ。で、まあ、行きますって言葉だけ一応言っておいて、申し込みをしない人って割と最後ギリギリになってするかしないかみたいなタイプの方なんですよ。別にその人が、ギリギリに自分の都合を優先してそっち後回しにしようかなと思ってるからっていうことでも何ら問題ないんですけれども、要は行きたいと思ったら動いてるかどうなのかっていうところがポイントで、仕事ができて人を大事にしてお金とか時間とかその大切さを分かってる人ほど早いんですよ。だからそういう思考だっていうことですね、皆さんね。あと自分の心が本当にそう動いてるかっていうところなんですね。だから後回しにしないって、後回しにすると結局もう一回例えば教えてもらったお申し込みページとかを開きに行かないといけないじゃないですか。二度手間になりますよね。その場で見て申し込むんだったらそれでいいじゃないですか。なんでちょっとだけ話余談になるんですけど、私セミナー中でセミナー講師の人が、その講師の方がすごい気に入ってて、この人の考え共感できるなっていう人が、この本おすすめですよって言ったら、講義聞き流しながらもうその場でアマゾン大体注文してます。はい、すぐに家に届くの知ってて、後でどうせやろうって言ったら忘れるんですよ。だからそういう意味でもチャンスを逃したくないので、もう聞いたそばからいい、もうこの講師の人がいいって言ってんだからいいんだなと思ってバンバン本を買っていくタイプなんですけれどもね。要はその場で動くっていうことなんですよ。だから私一番理解しがたいのが、絶対に行きます、楽しみにしてますって言って申し込まない人これね、恨んでるとかそういうレベルじゃなくて、思考がよくわからないっていうのが私の感覚なんですよ。絶対っていうことは、まあ絶対に行くつもりなんだろうけれども、申し込みって申し込まないと席が確定しないんですよ。で、席が絶対にって言ってるのに申し込むキャパシティの方がいっぱいになる確率がないと思ってるから絶対にって言えるのかもしれないんだけれども、だから申し込みをしないのに絶対っていう言葉を使う人っていう感覚が私には理解できないですね。絶対だったらもうその場です。だって今なら空いてるって分かってるから。で、絶対にって言っておいて時期がずれて席空いてなかったら絶対にならないじゃないですか。で、その人が本気で行きたいなってもしも思っていたんだとしたら席確保しないといけないし、で、適当にリップサービスだったら全然いいんですけど、その時には絶対にって言葉を使わない方がいいし、行きますなんて言葉も使わない方がよくて、気が乗らないんだったらですよ、適当にリップサービスとかは言わない方がよくて、しかも絶対なんて絶対言わない方がいいですよだってめっちゃ嘘つきになりますもん。だってそれで申し込まなかったら。で、案外恨んでるとかそういう意味じゃなくて、そういうタイプの人の行動ってちゃんと見てる人は見てるし、私もどういうふうに答えたかって、記憶力が残念ながらいい方なんて覚えてるんですよ。そうすると言ってることとやってる人が合わない人認定っていうことになるので、私の中ではそこで信頼感がかなり落ちる感じになりますね。だから信頼するかしないかっていうのは基本言動一致してる人を私信頼するので、リップサービスかどうかっていうのも適当なことをやっぱ言うのに言い慣れてる人って全てがやっぱりチャランポランに見えるから信頼されにくいんですよ。で、それは一番出ちゃうのが言動一致のところなんですよ。やりますって言ったのにやらないとか、絶対にって言ったのにやらないとか、もう特に絶対なんて強い言葉を使っておきながら何も動かないっていうのは最悪って感じなんです、私の中ではね。なのでたまたまこれはイベント、私のイベントで特に最近お誘いしてるのですごくよく如実に出ていて面白いなと思った案件で、
事業仲間、企業仲間の女性経営者で絶対って言葉を使ってその場で申し込まない人一人もいないんですよね。だから有言実行っていうのもこういうシーンに出てくるし、言った言葉って相手の人って深層心理にね覚えちゃってる場合があるから、適当なこと適当にその場しのぎで言ってる人って多分ね人生損します。どういうことかっていうと、適当な人しか付き合えなくなるからです。ゆるゆるになんか適当に上辺で付き合ってよっかっていう人としか付き合えなくなっちゃって、本気でちゃんとやる人からすると嘘つきになっちゃうので、そういう人って縁を遠ざけられるから、ちゃんとやる人とは付き合えなくなっていくので、言葉って結構要注意です。適当に言葉ってね使わない方がいいなっていうふうに思ってる。これがねまず後回しにするかしないかっていう1点目ですね。2点目は行動の改善ですね。はい、行動の改善っていうのが、何か一つ事象があるとするじゃないですか。その事象に対してどうでもいいっていうふうにザーってこう時系列が流れていくんじゃなくって、その一個、例えば自分が経験したこと、例えば自分のテーマが時間の効率化だったとしたら、その効率を良くするためにもっとどうにかできないかって考えるっていう行動の改善とか必要になって、その積み重ねを意識してする人としない人では雲泥の差がついていきます。例えばですね、私よく自分のね文章を書く速度とか測ってやって、タイピングの速度はもうある程度のところで止まっちゃってるんですけれども、アイデアを思いついて書き始めるまでのスタートダッシュを早くするとか、あとそれをこうまとめに向かって書いていく能力とか、こういうのを常にタイムトライアルしてるんですよ。で今5冊目の本を書いていて、これかなり早い感じで言ってるんですけれども、1500文字ぐらいっていう見え方をこう見開きのこっち側に文章があってとか、このページで終わるっていう厳密な文字数制限があるので、書きたいテーマを必ず同じ文字数で終わらせていくっていう書き方をしなきゃいけないんですよ。でこれも1500なら1500、3000なら3000っていうのを普段からやってるんですよね。だから普段からやってるから割と時間もこれぐらいでできるっていうのが分かっているので、出版社さんにこの原稿でささっと書き始めて時間を測って、じゃあこれの何倍分だなって言って、で何月何日ぐらいまでにはできますっていうことを言ったりとかしてるんですね。これも5作目になるので、毎回毎回トライアルしながら分かっている行動の改善の一個なんですよ。でもう一個エピソードが、先日出張で新幹線に乗ったんですよね。で今回はちょっと私のクライアントさんと一緒に大阪に行くっていう、新幹線 で私新幹線の出張って、結構よく行ってるんですよ。なのでその予約の取り方とかも自分にとって一番快適でいい状態を作りたい予約を取るわけなんですよね。そうすると例えば一番車両の一番後ろって荷物が置けるところがあるんですけど、それそういう場所って指定して席を取らないといけないんですね。で後ろがいいよね、席荷物を置けるし、あと要は人に気を使っていいですか倒してって言わなくて荷物だから倒せるっていう気兼ねさがあるっていうのと、あと ABCDE ってあったら、これいろいろ座って分かったんですけど、最初はなんか景色が見えたらいいなと思って A とか E とか選んでたんですけれども、最近は C の席が好きで、自分がトイレに立つ時とかにごめんなさいって気を使わなくていいからとか、であと B って埋まる確率が満席になっているような電車じゃない限り B ってあんまり埋まらないんですよ。だから DE の方を取って隣同士でぎゅうぎゅうになる、知らない人とぎゅうぎゅうになるぐらいだったら大体の人 A 取るんで、私 C 取っておけば B って人あんま座んないんですよ。そうするとそこそこ空間を保った状態で通路側と横が空いてるっていう状態で結構リラックスできる状態で
大阪とかね行くことができるんで、そう、それで私は C を取ってるっていう感じなんですけど、もちろん多少リッチな時と、もうちょっと体疲れててゆっくりしたいよっていう時にはグリーン車取りますよ。グリーン車は結構倒れていい感じで電源とかもねあってとかっていうのがあるんで、椅子もふかふかだしそういう時にはグリーン車とか取る時ありますけれどもね。そんな感じで、それも毎回こう予約の取り方一つからも、どういうふうにすればよりいい感じで快適にとかっていう、だから全ての方向性が次はよりよく、次はよりよくって言って、経験を楽しいことにしろ、仕事にしろ、事務作業ですねにしろ、全て改善を毎回繰り返しているんですよ。これ多分無意識なんですけどね。でそれを見た同行したクライアントさんに、たった一つの席の取り方でもね、そういう時間の使い方とか考え方をするんだっていうのをすごい勉強になったって言ってて、まあ、半分冗談なんですけど、1週間私と一緒に同行して寝泊まりまで一緒にすると、自分の時間の使い方がどれだけ無駄だったかとか、時間をそういうふうに使ってる人ってそういう考えで動いてるんだが多分見えると思うって言ってて、なんかやってみたいとかやらないですけどね、やってみたいとかっておっしゃってましたね。なのでよく、ね、秘書とか大物政治家のカバン持ちからスタートして政治家になるとかっていう話あるじゃないですか。あれはやっぱりもうその人がどう動いて、どういうことにどう反応して、どういうお金の使い方をしてっていうのを全部見るっていう意味では、私めちゃめちゃ有名な人でめっちゃ尊敬できる人のカバン持ちもう させていただけるんなら喜んでって感じで、まあ、なかなかね機会がないんであれなんですけど、密着してみたいですよ、どうやって動いてるか。もうそれだけでもう数千万ぐらいの価値あるんじゃないかと思いますね。すごい方、それこそ億とか稼いでる方とかのね、行動一緒にさせてもらえるっていうんだったら、それぐらいの価値がある内容か、まあ、行動の改善を日々意識してるかどうかっていうところが一つ必要だなというふうに思っているのが、まあ、2つ目のねポイントね。で3つ目は、今もうちょっとお話をしたんですけれども、時間の使い方がうまいです。やっぱり当たり前なんですけど、時間がやはりいろんなね、人生の有限である人生の中において等しく時間がね一緒だから、まあ、どう使うかっていうのは、まあ、その人個人なんですけど、だからまず自分で自分の時間を無駄にするっていうのは一番ナンセンス、無意味だなと思っていて、誰かに仕方なくその時間割り込まれて取られちゃうっていうのはしょうがないなとは思うんですけど、例えば自分で時間、自分の時間を無駄にするっていうのは一番多いなって思ってるのが悩むっていうことですね。悩む時間はね、まあたまにはいいですよ、生死がかかってるぐらいのこととかだったらいいですけど、大概のことはもう秒で決めてもそんなに失敗しないです、大概のことはね。まあただなんていうんですかね、1000万とか2000万とか5000万とかめちゃめちゃ大きなお金を動かすときには迷うというより判断するための材料と勉強をしなくてはいけないっていうことで時間を使うことあります。でもそれはね、迷いではなく、どうするかを決断するために勉強をするっていうことで時間を使ってるだけ。例えば私今不動産の投資の勉強してるんですけど、億とか動かしたりすることになって、融資とかそういうのが必要になったりとかするので、これはやっぱりね、勉強し、数十万かけても勉強はしないといけない、まあ、場合によっては数百万なのかしんないですけど、まあ、勉強してるんですけれども、まあ、そこまでしてやりたいかやりたくないかっていうのも判断するために勉強してるんですよ。判断するために勉強ですよ。やんないかもしれないし、やるかもしれないしっていう、そのあたりとかは迷ってるんじゃなくて、前に進み続けて動き続けてるだけなんですよ。ところが教室の先生とか、まあ、女性の方に多いんですけど、本当に迷っちゃうんですよ、同じ場所で。しかも自分がどっちかに決めりさえすればどっちにでも動けるっていう状態の時に悩む、一点に止まって悩む、自分の感情だけでの処理で悩むっていうのは本当に時間がもったいないなというふうに個人的には思ってるところです。だから仕事もプライベートも全てうまくいく人って、自分のことは瞬時で決めて、さらに空いた時間で
人の応援とか人のために役立つことっていうことに時間をどっちかというと割いてるんですよ。だから自分のことで手一杯の人って、人って救ったり助けてあげられないじゃないですか。だからそこがやっぱり大きく人生変わってくるところなんじゃないかなっていうふうに思っています。ですので、この3つですね、まとめていくと、仕事とプライベートも全てうまくいく人の行動の特徴3つ、1つ目は後回しにしない、2つ目は常に行動の改善を心がける、3つ目は時間の使い方がうまい。つまりこの3つは全てどういうことにつながってるかっていうと、チャンスを逃さない人っていうことなんです。私は多分その一点なんだろうなっていう気がしてます。チャンスをつかむのが上手い人は全て整うように動いてるなっていう感覚があるので、チャンスを逃さないで動きたい人っていうのは、ぜひこの3つをですね、心がけていただければなというふうに思っています。それでは。